島スタベアメリ幹事長の定例会見を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、お集まりいただきましてありがとうございます。皆さんお疲れ様です。まず喜ばしいニュースからご報告させていただきます。昨日日曜日、生活費の問題で、物議を醸しております富山市議会議員決選挙がございました。我が党は3名の公認候補擁立をいたしまして、うち2名が当選をさせていただきました。投票率はですね 26.94% という、異常な低い投票率の中で、3名の獲得票がですね 13,355 票、得票率に直しますと 11% というかなり高い得票をいただいたというふうに感じております。もちろんこれは生活費問題に対する市民の皆様方の意思表示であろうかと思いますが、我々が結党以来申し上げてまいりましたこの身を切る改革、こういったものもですね、徐々に維新スピリッツとして全国に広がりつつあるのではないかというふうに考えております。今後も毎週のように地方選挙が行われておりますが、可能な限り全国に地方議員さん、また区長さん、我々の同志が誕生するように頑張っていきたいというふうに思います。なお、半年後の来年4月には富山市議会の方本選挙があります。こちらの方にも今まで以上の候補者を擁立をしていくという方針で、富山選出の吉田代議士にもお願いをしているところでございます。続きまして、一部メディアでですね、間違った報道がされておりますので、ぜひ今日はそのことについて、ご説明をした上で、できれば訂正報道をお願いしたいなというふうに思っております。その点は、がん対策法案であります。これは一部報道で、我が日本維新の会がですね、がん対策基本法に反対していると、審議を邪魔しているというような報道がされました。これは事実は全く違うことで、皆さんご承知のように政府から出されているいわゆる閣法と言われているものが大体メドがついてきたこの国会の状況の中で、次は議員立法のそれぞれの政党が成立を期待している議員立法の審査に入っていくわけでございます。ご承知のように我が党は目指せ100本法案ということで、今49本の法案を提出をいたしておりますが、各党のこの議員立法の中身、また考え方をお聞かせいただいてですね、我が党としても党内手続きというものがあります。また党内調整というものもあります。これについて時間をくれということを申し上げているだけでありまして、法案に対して絶対反対という意見が党内にあるわけではありません。党内の今の雰囲気をあえて申し上げましたら、このがん対策基本法については賛成をしようじゃないかという状態で、どの党もどの組織もこれ、党内手続きというものが必要ですし、もちろんそれに時間がかかるということは当然のことでございますので、ぜひ一部間違った報道をされたメディアの皆さん方には、ご協力をいただいてですね、そうではないということを訂正していただければというふうに思います。担当の我が党の議員のところにはどんどんファックスとかですね、抗議の電話というものが入っているそうで、そういうことに対応する手間も大変な状態になっておりますので、きちっと正しい報道をぜひお願いを申し上げたいと思います。また今日の国会ですが、1時から、先ほどから7委員会11法案の上がり法案について採決がなされました。今日の国会はですね、私は非常に残念だったなという思いと、非常に遺憾であるという思いを持っています。それはなぜかと申しますと、今日はこの上がり法案の中に公務員さんの給料を上げるという法案がございました。また我々の秘書のですね、給料も上げるという法案がありました。一部政党はですね、
日本維新の会の、まあ、スローガンであります身を切る改革というものを、代表質問等でも引用してですね、引用というか、まあ、これを盗んでですね、代表質問の中で訴えている政党もございます。そういった政党をですね、今日の公務員さんの給料を上げるとか、身内の秘書の給料を上げるということについて、堂々と賛成をしているという、まあ、情景が見られました。まあ、我々は非常にこの地方議員さんも含めてですね、苦しい身を切る改革をあえて率先して行って、その心意気をご理解いただいた上で公務員さんにもご協力をお願いする。これは公務員さんの給料を一律に下げるということではなしにですね、この今の人事院勧告のやり方の間違った部分を訂正して、公務員さんの給料の適正化を行うという考え方なんですね。従いまして、この今のやり方を我々はやり直そう、考え直そうということを申し上げているわけで、何も公務員さんいじめをしているわけではありません。そういったご協力をいただいた上で、さらなる行財政改革、また規制緩和、構造改革、そういうものにつなげていきたいという思いで、この身を切る改革というのを訴えているわけでありますので、まあ、同じようにですね、いい時には身を切る改革とかいうことを、公の場で、訴えて、そしてこういった法案については堂々と賛成をすると、まあ、こういった政党にですね、身を切る改革という言葉自体を使ってほしくないという、まあ、この残念な気持ちと、まあ、怒りに近い思いを今日の本会議では感じました。まあ、残り後半国会におきまして、我が党が現在49本法案を提出をいたしております。また今日の報告では15本ぐらいがもう目処がついているということで、まあ、100本に近づくように後半国会に向けて政治の方も頑張ってくれておりますので、この我々が提案をしております身を切る改革を含む議員立法、こういうものについて一本でも成立をさせて、国民の皆様方のご期待に添えるような、また納得していただけるような、そういう法案の成立に向けて頑張っていきたいというふうに思います。本日は また一昨日ですか、すいません、昨日ですね、会計検査院の監査報告が上がってまいりまして、安倍総理に対して、検査院の総裁というかね、からの報告がされたという報道がありました。まあ、金額ベースに直しますと1兆2189億円という数字になっておりまして、これはまあ大変大きな数字だと思います。国会ではよくですね、1兆とか、まあ、2兆というような数字であれば大したことないじゃないかと、年間予算の100兆円に対するそのシェアというのは、まあ、わずか数パーセントじゃないかというような発言がありますが、これ1兆円と言いますと普通のサラリーマンの、まあ、1万人分ぐらいの 年収と違う障害給与、障害給与分のわけでありますので、この1兆円ものお金が無駄遣いをされたということについては大きな、まあ、驚きを私個人も感じているところであります。今後はこの会計検査院の監査報告をよく精査してですね、一体どこにそういう無駄があるのか、またどういう、まあ、ミスが起きているのかということをきちっと精査をして、できるだけ早い時期にですね、こういうことに対する、まあ、対応策、また政府に対する指摘、こういうものをやっていきたいと思っております。本日は以上でございます。それでは質疑応答とさせていただきます。挙手の上、所属お名前を述べてからご質問くださいますようよろしくお願い申し上げます。 NHK の一吉と申します。まあ、後半国会入りまして、まあ、IR の件ちょっとお尋ねしたいんですけれども、まあ、IR をいつ審議入りするかというのもちょっとこれ不透明なところもありますが、まあ、自民党内でもですね、この審議の進め方、まあ、特に参議院側の方からもですね、まあ、慎重な対応を求める声も公然と出ております。そうした中で改めてですね、
IR 法案についてどのようにその審議を図っていくべきかというお考えをお聞かせください。現在国会は機能停止状態になっております。今日本会議が行われましたが、今日以降の本会議また各委員会の日程は全く未定という状況であります。こういう中で日程上はですね、いつこの IR 法案審議入りできるのかよく分かりませんけれども、ぜひ皆さん方にもご理解いただきたいのは、この IR 法案というのはですね、日本維新の会だけが提出をしているわけではありません。自民党も法案提出者になっているわけであります。で、自民党の場合は皆さんご存知のようにきちっと各部会から政調を通じてですね、そして総務会の了承を得て法案提出というところになっておりますので、この段階でですね、自民党の中がまとまらないとか反対が多いから審議できないというようなことは私は非常におかしいというふうに思います。法案提出者として他の議員立法の提案と同じようにですね、責任を持って、最大政党でありますので、リーダーシップを持ってやっていっていただきたい、そういうのも。その他ご質問ございますか。これ
これはね、やはり、衆参ともに言えることですが、対処療法で一票の格差の数字を合わせるためにですね、いろんなことをやってきましたけれども、それ限界に出ると思うんですね。ですから、やはり特に参議院においては、自民党の中では、その幸福解消に向けた動きもあるようですけれども、やはり我が党は今までも議員制のあり方について検討するということを申し上げてきましたので、参議院の議員ですね、議員選出方法をまたその機能について考え直す時期がやってきていると思うんですね。でないとこれ、違憲であっても合憲であってもまた3年後の参議院選挙では同じことが繰り返されるということは明白ですので、きちっとその根本的解決になるようなそういう議論を早急に始めるべきだと思います。その他ご質問ございますか。それでは、これにて幹事長定例会見を終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。